ちょっとメガネがないな。はい。メガネは本当にマヤちゃん。好きなんだ。マヤちゃんです。来ないから。
分が当たってるのないでしょって感じだから、そう、でも押さなきゃ、押さなきゃ、その自分のパワーのさ、リレーで勝ち取ってたから、今日頑張るって言ってるから、リレーは結構素人だったらガラスとか当たってるなんか普段台湾でライブ、台湾ハウスでやってるじゃないですか、全然距離が違いすぎて、もう前のお客さんと手取れるんじゃないみたいな、そこまでが分かる、台湾の絆を貯めたい、これが私のベスト3、イエーイ。
家は丸々なことです。はい、まあね、夏といえば皆さん楽しみなことです。まあね、高松山とかみんなに私これ言いたいこと言う人いる？どうかな？いや、ちょっと目が合ってる光から行こうかな。やばい、やばい。え、ちょっとフリップに書いてもらって、夏といえば。夏とすごいよ。これ以上また青くて。確かにね。でもなんか、毎年夏は、こうやって意気込むけど、できないことめっちゃ多いから、もう。確かに浮き輪じゃない、浮き輪で浮き輪とか、
ちょっと待って。確かに。確かに。うん、じゃあまあもう正解いきましょうか、これは。はい。はい。はい、正解はプールでーす。名古屋だね。そうだね。そうだね。えっと、嫌いですね。なんで嫌いなの？泳げないし。泳げないし。うん、でも、ほんとちっちゃい頃はめっちゃパパと行ってた。それが好きだったんだけど、うん、なんか、ちっちゃい。正解発表お願いします。正解はヤバです。
やばいか。暑い、暑いので、まあちょっと登りたいと思います。Thank you.
手持ち花火。どれでしょうか。海水浴、海水浴。どういうこと？なんか入るってこと？あの海に、あ、さあその真剣さだ。どうする？どうする？これどうする？あ、待って、あれかも分からない。面白い。それが面白いね。あ、じゃあ海とか取らないんだけど、海で、泳いだり、浮き輪で浮かんだり。あ、それが海水浴っていうのか。2個目のスイカ割りです。という